通り越してもチョコバナナです。この前はね、ちなっちゃんさんと一回コラボさせていただきましたが、ゆせいさん、投げキス、いい色でしょ、この色だよ。夜テンション大丈夫だよ。ひろこはんさん、ヨーヨーありがとうございます。ヨーヨー、チケラチョー、カイさん、投げキス、パラレさんにも投げキスは花火ありがとう。花火花火大会2割2日、カイさん投げキス、信じない、いちいちかわいいよアミちゃん、きっとこの過剰なら絶対未満、地球を逆さに回すくらい紫コンペを移り、あららららら、らな、だいぶ怖いよ、もうめちゃめちゃ怖い、もう怖すぎて夜も眠れないよ。二の足出しかけるしたい、超えてボーダーライン。佐々木さん、タコ花火ありがとうございます。やっぱめっちゃ花火、やっぱめっちゃ花火フィーバーしてる。タコちゃんありがとう。タコ焼き食べたい。昨日は焼肉の日だったんだって。アイス投げキス。押しちゃうか。アミタの自己紹介。押しちゃうかなんか。髪がいい感じ。もしかしてエッセンシャル。カイさん、ヨーヨーありがとう。ヨーヨー、こんばんは。最近めちゃめちゃ夢見る。だから私ここに来るとね、夢見る人になるってことが分かった。めちゃめちゃ夢を見るんです。そう、最近髪型を変えて遊ぶってで、これそう、髪型をね変えて遊ぶというブームなんか写真撮るにもさ、まあこの背景で、そう、ショートカットと、あと見て、これはベリーショートカット、あとおでこつるんっていうのを一人でやって遊ぶって、そのまんまの君が好きだよって。坊主はちょっと今の感じだと難しい、なかなか再現が難しいのではあるのであるが、まあね、ニキにはね坊主のカツラが多分どっか事務所かなあるからね、やろうと思えばできる。かいさん、小判ありがとうございます。小判ですよ、お晩です、ご飯ですよ。え、魚ありがとうございます。今夜の夕食は君に決めた。ロングの方が似合う、ショートカットしか、人それぞれなんだよ私もさ、なんかみんなの希望に合わせられるならさ合わせたいなって思うけどさ、なんか何が言いたいかっていうと、やっぱ髪の毛は伸縮性があるべきだと思うんです。今日ちょっと伸ばしたいからピョーンてか今日はいらんから切っとこうとかさ、人類の進化に一つ付け加えるとしたら髪の毛のあの伸縮性をね加えるべきだと思います、私は。えさん、かわいい、ありがとう、かわいい。でね、なぎさん、ハートありがとうございます。
そうなの、なんか長いのなんか今の感じが好きって言ってくれる人もいれば、なんか短い方が好きって言ってくれる人もいて、私って結構そのなんだろうなんだろうなんだろうね、なんかその真に受けちゃうタイプだからさ、あ、そうなんだだからやっぱゴムゴムの髪欲しいよね。うるさいさん、アイスありがとうございます。今日のお風呂上がりにじゃあそのアイスをいただこうかなと思う。今はね、冷蔵庫にしまっておくとアイスが溶けるっていうね。毛がないのもやっぱその髪の毛の伸縮性という人類の進化があればね、伸ばしたりね、なくしたりもできると思うので、やっぱ人類の進化、次の時代にね受け継いでいかなければならない。山田さんと同じ髪型、まあでもね、すっきりしてる感じってやっぱいいよね、特に今の季節は。あちあちだから。そう、最近夢を見るってね、昨日見た夢をね、朝ね、メモ帳に書いたの忘れると思ってね、メモ帳に書いたから今からみんなに教えるね私は双子の弟、妹か、でその双子の下の子だから、その上の人になんかよくいたずらとかなんかちょっかい出されて嫌がってたんですね。嫌がってたら近所にめっちゃ切れやすいおばちゃんがいて、その人がもう、 うるせえってブチ切れて私が連れてかれるって最悪ですよ連れてかれたんだけど、あのそのめっちゃ切れるおばちゃんの機嫌を取るためにすごいそのおばちゃんに従うって最悪よ、もう漫画かよっていう。そう、連れて帰っちゃった。でもそう、従わないとさ、従わないとさ多分こう殴られてしちゃうからさ、そのおばちゃんに従って私はね生きてたんですっていう夢そう、どういうことって何で夢ってね起きないようなことが起きるんだよ。あともう一個見た夢が、浜辺にいてなんか一人、何の友達なのか何なのか分かんないけど、なんかその砂の中に隠れてる、で奥からその人がパパパって来て、その砂の中に隠れてるその人が、あのいきなり目の前に来た人の顔をぐしゃ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 ひねりつぶすっていうドッキリ見ました。今日も騒がしい朝でしたが、今日は起きるのがなんか早かったです。あ、5時、確か5時ぐらいに起きてそのまま起きてた。ね、どういう夢だと思うでしょ。私もびっくりだよ。いきなり人の顔ぐしゃぐしゃにぐしゃ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 、あー、そんなひっかいたら、そんなひっかいたらとんでもないことが起きちゃう。そう、あとね、昨日、これは今日という名の昨日見た夢なんですけど、その一個前の日に見た夢がなんかどっか異国の国で迷子になるっていうがね、どこの国か分かんないんだけど、なんか日本語じゃないものをみんな喋ってて迷子になって、でもその日本語が通じないから、なんかいろんなもう自分が知ってる限りの言語を使ってこうなんとかしてその人に伝えようとするって、すごい騒がしい朝でした。信じて、まあでもね、冷静に考えれば Google マップというものがね
あったんですよ。そう、夢の中では全く思いつかなかったけど、 Google マップを使えばよかったんじゃないか。夢占い、迷子異国夢占い迷子異国、なんかあるのかな、外国の夢に関する21の夢と。長いな、21個もあるのかい。迷子になる夢やな。ありました、じゃじゃん。外国で迷子になったら、新しい環境に飛び込んだ場合、判断に迷って行き詰まってしまうのではと、あなたが不安に感じていることを意味する夢占いとなります。迷ったまま目覚めたなら、今はまだ不安の方が大きいようです。決断を迷っているのであれば、少し時期を待った方が賢明かもしれません。飛び込むダイビングする勇気がないんだって。飛び込むなら今しかない、じゃんじゃんじゃん、張ってきたらあっぱっぱ、見上げたら描いてただけの夢はきっと叶える、未来に変えられるから。夢占い、誘拐なのかな。さあさあさあ、いつかきっと誰かの光になりたいんだ、ここから始めよう、今と未来つなぐドリンロード。夢占い誘拐です。でれん、誘拐の夢は大きく次の3つを象徴しています。衝動性、現実逃避願望障害となるもの。誘拐する夢、そして誘拐される夢、そのどちらもあなたの衝動性の高まりを表してるんだって。破壊衝動のことかな。単調な日常に飽きてしまい、何か刺激的な出来事を求めているのかも。その傾向は特に恋愛面に現れる。ただし勢いだけで行動すると後々後悔してしまうことに、くれぐれも慎重になさってくださいね。また誘拐の夢が現実逃避願望を表すことも、思い通りにいかない現実から目を背けたくなっているのかもしれません。さらに誘拐という強引に人さら行為は、何らかの障害が発生する暗示でもあります。あなたの計画の邪魔となるような人や出来事が訪れる可能性もありそうです。そうです、ちょっとよく分かんなかった。なんかなんとなく分かんなくもないんだけど、ちょっとよく分かんなかった。あ、みたいにはよく分からないわ。なんかアミタの衝動性が高まってるんだって。現実逃避願望、現実逃避願望めっちゃウケる。あ、でもう一個海の夢も調べてみよう。海の夢、夢占い海、浜辺、夢占い浜辺で人の顔をぐしゃぐしゃにされる。絶対出てこないな。夢占い浜辺、浜食い、海、じゃ海の中じゃないんだよな、砂の上なんだよな。海、砂の上、出てこないな。顔ぐしゃぐしゃ、夢占い顔ぐしゃぐしゃ
それ出てくるかな。カオグシャ、顔がない、歪んだ顔が出てくる。歪んだ顔なのかな。顔が黒い、顔が赤くなる、青い顔、黄色い顔の夢、動物の顔になる夢、顔を洗う夢、自分の顔を見つめる、顔を隠す夢、顔を引っ張ったりすねったりする。ちょっと出てこない。なんだろうね、顔をぐしゃぐしゃにする夢、顔ぐちゃぐちゃ、出てこないわ。あれ、そう、最近アミタは、最近のアミタは多くの夢を見ます。でもさ、夢を見るときってなんか眠りが浅いときって聞いたことがあるんだけど、多分今のアミタ超眠り深いと思うんだよね。何気ちゃんと早寝早起きしてるから、眠りはね深いと思ってるんだけど、そうでもないらしい。楽しい夢今はないかな。あと、もう一個見たのが遅刻する夢。そう、もう一個見たのが遅刻する夢だった。まあでもなんか意外とその夢占いとかさ、たまにさ気になって調べてよくあるのが、なんか意外とそのあんま楽しくない夢ってなんかいい暗示だったりすることも多くて、そうなんだ、意外と意外とね、夢の内容が悪いからといって、ね、なんか悪い占いがあるとかじゃない。夢の中でゲームってやらないかな、あんまり。花火ありがとう、ガオガオ。夢の中でゲームやらないね、あんまり。ライブに遅刻、この前ちなっちゃんさんとの配信あったじゃないですか。なんかあの配信に寝坊して遅れてるの分かってるのに、なんか悠々と支度してる自分がいたんですよ。で、普通に遅刻してるっていう超最悪な夢を見ました。そうなの、もうね、最悪ですよ。夢占いに詳しくない。でも私忘れるのめっちゃ早いからさ、調べてその時はこういうことがあるんだって自分の中で盛り上がるんだけど、忘れるのめっちゃ早いんだ。インプットアウトプット。そう、遅刻の夢はね、なんだろう、たまに見ることがあるんだけど、マジで遅刻の夢ってね見たくないんだよね。なんか普通にその日に仕事とかライブとかがあると本当に悲しくなるの。どうして私は遅刻、いや、してないんだけど、なんか夢の中で遅刻すると、なんで私遅刻したんだろう、アラームかけてたよな。いや、遅刻してない、してない遅刻の夢はね、もうダメ。多分みんなは何だろう、学校とか仕事とかさ、遅刻ってさ、なんかちょっと嫌じゃん、そんな感じ。いや、重要にと思ってるけどさ、なんか夢の中だとさ、自分の行動ってさ制御できなくてさ、なんか普段の自分だったら絶対しないなって思うことをなんかしてるんだよね。そう、不思議だよね。スッキーさん、投げキス。パスってなんだ。パス、アップアップガールズ公式ショッピングからニクラアミューズメントのパスが買えます。買って。
ゲットしちゃってる。電車で寝過ごしてるときは夢見ないかな。寝過ごし電車で寝過ごしてるときの夢っていうのはすごいなんか不思議なあれなんだけど、でも電車でさ、なんだろう、例えば次の駅までの5分とかでさ、なんか それこそ多分浅い眠りだよ。なんか意識あるのかないのか分かんないみたいな、この時にさ、よく分かんない夢見るっていうのはよくあるかもしれない。目が覚めたら単独ライブの開演時間だった。そんなことある？とりあえずマジ電話すると思うけど、目が覚めたら単独ライブの開演時間ってやばい、ね、めっちゃくしゃみの音聞こえたけど大丈夫じゃないな、大丈夫かな。わかる、くしゃみ一回出ると止まんないタイプだから私も。めちゃめちゃわかる。上司に怒れる、最悪なんかさ、怒られる夢とか見ちゃうとさ、別にその人何にも悪くないのにさ、次の日会った時にさ、なんかその怒られた時のトラウマがさ残っててさ、なんかちょっと自分だけモヤモヤして気持ちになる。なんかね、よくわかんない夢。今のはテレビか？ニキで一番危機だった時？危機だった時？内緒内緒内緒。違う部屋の声が聞こえるね。でもちょっと怖いよねそれって私にもね、わからないの。でもね、前に配信してる時にめちゃめちゃマダムの笑い声が聞こえてきてそう、でもその時ちょうど東京オリンピックをやってる時だったから、それで、ね、すっごいなんか盛り上がったんじゃないかっていうね話になったんだけど、そう、怖いよね怖いよねって、なんか別に私口だけじゃない全然怖くなさそうでしょそうなの、マダムの声が聞こえてきた。あのなんか男の人の分かんないね、原因は何か分かんないんだけどまだまだって最悪からいなく幻聴、みんなもね聞こえてたの。あれか、うちの部屋に住み着いてるそっち系か。実は他の部屋から聞こえるって言ってるけど、実は同じ部屋にいる説あると思います。え、オリンピック見てさ、なんかうわーかわいいってなってんのかなと思ってでもさ、なんかね、笑い声がね絶対マダムだった。ほほほみたいな、おほほほー、なんかうわサッカーの試合中継があるよ、まだまだね。あれじゃん、多分女性の方だとさ、やっぱちょっと声が高い方が多いと思うからさ、その笑い声が通りやすいとかがあるのかな、聞こえやすいみたいな、遠くまで、いや知らんけど、
アミタがめっちゃ知らんけどなんだけどとかがあるのかちょっとわからない。私何もわからない、わからない、わからないことだらけ。人生はわからないことだらけだよという感じで順位を読みたいと思います13位、よいしょ、マルボーロさん、私が今勝手に名前をつけちゃいます。マルボーロさんにしよう。マルボーロなんかちょっと違う気がするけど、アミタにはマルボーロさんに見える。ありがとうございます。12位佐々木さん、11位ミッキーさん、10位ハロさん、19位ヨシさん、8位ベルケントさん、7位ゆうきかぜさん、6位ネオさん、5位ブルスウィリスさん、4位ホシピーさん、そして3位がタルルン R さん、ありがとうございます。そして2位がタルルタルンクーヤン、ありがとうございます。いや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 。そして1位がタルルンキャンちゃん、ありがとうございます。イエ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 イ。ということで配信ありがとうございました。最後はあの曲で終わりたいと思います。ドゥン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 、どこ気やしい、あいさ星ありがとうございます。お星様ありがとう、星星星星、どうしよう、これめっちゃ爆音で流れてるしないか、音量をねしっかりと調節しまして、前を向いて空を見上げて、この歌でみんなに寄り添いたい、未来は輝きに溢れている。あみちゃん、君が代だったらめちゃめちゃ歌える。習ったよ、ちゃんと。まだあんたの真面目な子。悲しいニュースが続く日々、何を信じていいか迷い、言葉にできないこのモヤモヤを誰にぶつけたらいいんだろう。空はこんなにも晴れやかなのに、目に見えないものに目を塞ぎ、風が吹くたび波立つ声に飲み込まれそうになりそうだよ。だから今こそ歌を歌うよ、いつでも笑顔絶やさぬように、僕と君と私とあなたが希望の願い込めて、さあみんなで歌おう、声を合わせよう、前を向いて空を見上げて、この歌でみんなに寄り添いたい、未来は輝きに溢れている。トン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 、めっちゃ明るいじゃない。おう、今この瞬間も大切なもの、守るため頑張ってる人がいる、ありったけのエールを送りたい、胸張って上向いて進み出そう、さあみんなで歌おう、声を合わせよう、前を向いて空を見上げて、この歌でみんなに寄り添いたい、未来は輝きに溢れている。
ということで、ありがとうございました。今日も配信最後まで見てくれて Thank you forever で本当にございます。佐々木さんパチパチありがとう。マニマニマニありがとうございます。体に気をつけ、皆さんもね一緒に引き続きね体調などなど気をつけて一緒に頑張っていきましょう。ということで今日も配信ありがとうございました。皆さん自分も信じて、明るい結末の伏線だって信じたい、いいでしょ、スリルも人生楽しみたいじゃん。ということで信じて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 癒されました。こちらこそありがとうございました。またぜひ来てください。バイバーイ。